考えてますちのはやっぱり目が見えなくなってきてるから、よく使ってる方なんで、やめたらとはちょっと言いづらいですね。ね、周りで事故とか多いんで、もうちょっと運転自信なくしちゃったって言って、バスなりちょっと周りに誰か運転乗せてもらえる人がいるんだったらっていうことで話をみんなでした方がいいのかなと思います、はい、体の衰えを感じながらも運転を続ける人や免許返納を決断した人など、それぞれ身近な問題として向き合っていることが分かりました。一方、札幌北区のスーパーでは高齢ドライバーの事故を減らそうと安全教室が開かれました。このスーパーでは先月19日、70代の男性がアクセルとブレーキを踏み間違え店に突っ込む事故が起きていて、参加者は安全運転サポート者や自らの反射神経を装置で確認する体験などをしました。若い時から見たら全然反応速度が遅いなっていう、その時にいざ動けるかっていうのがあれだと思うんだよね。僕自身はまだ大丈夫だと思ってます。やっぱり踏み間違ったりね、ぼーっとしてたり、そういう時にはやっぱりなったらやっぱり考えるね。日頃からアクセルは優しく踏むように心がけてください。ご自身の運転に不安を感じる、ご家族の運転に不安を感じている方は遠慮なく警察にご相談ください。